女優の松本若菜が主演を務める連続ドラマ「私の宝物」は2024年10月17日にフジテレビ系木曜劇場午後10時でスタート。初回15分拡大する連続ドラマ、俳優の松本若菜さんが主演しする。松本さんは同局系の連続ドラマ初主演で、夫以外の男性との子を夫とのこと偽って産んで育てる禁断の決断を下す悪女を演じる。佐藤穂奈美さん、常松ゆりさん、滝川由美さん、北村一輝さんが出演することが決まった。昼顔妻を描いた昼顔平日午後3時の恋人たち2014年7月期や、セックスレスをテーマにしたあなたがしてくれなくても2023年4月期を手掛けた三沢玲子さんがプロデュースし、踏み越えてはいけない一線で葛藤する女性を描いた昼顔あなしての流れを組む夫婦のタブーを扱ったドラマ第3弾となる。テーマは托卵。動物の習性の一つで、自分の卵と誕生したヒナの世話を他の個体に託す行為のことを言い、カッコウなどの鳥類は他の鳥の巣に卵を産みつけ、その鳥に孵化したヒナ鳥を育てさせている。今作は托卵という禁断の決断を下し、大切な宝物を守るために悪女になることを決意した主人公と、その真実に翻弄されていく夫、愛した彼という二人の男性の運命を描いた愛憎劇。主人公の神崎美和は、かつては大企業に勤めバリバリ働いていたものの、子供が欲しいと苦渋の決断をし、仕事を辞めて専業主婦となった女性。だが夫、神崎弘樹との愛はすでに冷め切っており、妊活どころかモラハラまがいの厳しい言葉を受けるようになっていた。そんな時、かつて密かに思い続けていた幼なじみの冬月亮と偶然再会する。彼は苦しい時に必ず助けてくれるヒーローのような存在で、美和は再び冬月に思いを募らせていく。弘樹のある行動がきっかけで、美和は冬月と一夜を共にしてしまい、彼の子供を宿す。美和はこの子だけは必ず私が幸せにすると、愛する人の残してくれた宝物を守るために悪女になる決断を下す。今作のイメージビジュアルも公開された。2022年に同枠で放送されたやんごとなき一族で松本劇場とも呼ばれた怪演を見せてブレイクを果たした松本さん演じる愛と罪の狭間でもがき苦しむ美和の姿を、白と黒、タイトルにあしらわれた赤色で象徴的に表現。美和の両隣には二人の男性の姿が影としてあしらわれている。主人公の神崎美和を松本若菜さん、美和の夫の弘樹を田中圭さん、美和の幼なじみである冬月亮を深澤辰哉さんが演じる。佐藤穂奈美さんは冬月の同僚の水木梨沙役を演じる。水木は冬月に密かに思いを寄せるフェアトレード会社で働く同僚。佐藤穂奈美さんといえば、あなたがしてくれなくてもで報われない関係性に悩む女性を演じ、大きなインパクトを残した。常松ゆりさんは美和の会社員時代の後輩で、年の離れた親友のような存在である小森誠役を演じる。誠は4歳の息子を育てるシングルマザーで、念願だった雑貨屋をオープンさせ一人で経営している。美和の良き理解者であり、弘樹のことを推しというなど憧れている一面もある。滝川由美さんは入院中の美和の母夏野和美役で出演する。和美は女手一つで美和を育て不自由な思いをさせたという負い目を感じながら、優しく娘を見守っている。滝川さんが同局のドラマに出演するのは隣の家族は青く見える2018年1月期以来、約6年ぶり。北村さんは弘樹がとあるきっかけで訪れる喫茶店のマスター浅岡忠之を演じる。木曜劇場への出演は昼顔以来の10年ぶり。ドラマ私の宝物、2024年10月17日にフジテレビ系木曜劇場午後10時でスタート。初回15分拡大